よだれが出ますわ。そうでしたっけ、はい、先のところも大丈夫なんです。あ、そうなんだ。それマジやったんで、ね、はい、行きます。本当はあっち行った方がいい。あ、行く？間に合うか、頑張ろう。ママさん、ごめんね、ママさん。すごくない？もうね、赤いよ、カメラ持つと。うん、すごい。我々はのんびり観光してきて、日が落ちるところというのはちょっとね、撮れなかったけどね、もう最高のマジックアワーのタイミングできたよね。やばい、幻想的に撮れすぎてる。すごすぎるでしょこれ。やばいよ、やっぱ写真も撮っときな後で。ね、すごいね、カメラいいね、やっぱいいね。ちょっとこっちとは写ってる絵が全然違うもん。こっちすごい幻想的に写っちゃってる今。すごいね、紫なの空。そう、すごいよね。いい、なんかあれだね、我々の到着を頑張って耐えて待っててくれたみたいな感じだよね。そうだよ、もう真っ黒覚悟したもんね、うちらね。もう真っ黒だと思ったね。もう反対側も完全に夜だからね。本当だよ、こっちはまだちょっと。あ、ソリ、いやそれはみんなごめん、そら来るわ。淡水行けってみんな言うわ、言うよ。すごい、ミサコカメラの写ってる絵がバリバリ美しい。すごいよね。ちょっとこれ写るのかな。すごいよね。これ一応その夜景を綺麗に撮るモードっていう。あ、そうなんだ。いや、めちゃくちゃ美しい。ね、私の目もその夜景モードつけたい。つけたい。わしも写真撮りたい。うわ、最高のヒーリング動画ですね。すごいよ。もう終わっちゃいそう。これはちょっとなんだおい。あ、もう終わっていくね。あ、そう、この夕焼けを印象的に撮るっていうモードの種類よ。意味わからん。ちょっと伊達さん入ってよ。ん？カマさん、伊達さん入ってこれ。あ、いいね、その角度。行きます、はい、チーズ。いいじゃん。なんかおかしいよね。これ さっきの方がいいね。こっちがあの夕焼けを綺麗に撮るモードで、これは幻想的に撮るモード。あ、いい、これがいい。これの背中で撮ってほしい。わかったよ。いいよ、いいよ。あ、そこで大丈夫だよ。はい、チーズ。あ、いいね。いや、これは素晴らしいわ。最高ですね。こんなところにさ、お前と来れて幸せだぜとか言われてみたいよね。美佐子です。美佐子と来れて幸せなんだけどね。美佐子です。そうなんです。あの船でみんな見てるのね。すごいね、紫なの空。そう、すごいよね。いい、なんかあれだね、我々の到着を頑張って耐えて待ってて、耐えてる、すげえ耐えてくれてる気がする。そうだよ、もう真っ黒覚悟したもん。うん、したもう真っ黒だと思った。もう反対側も完全に夜だからね。本当だよ。
ですね。